はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルフィッシュです。では今回は対抗力士団ファイブ明智光秀でプレー続きをやっていきたいと思います。まあ、順調に領土を広げて、まあ、大使というポジションにまでつきつつあるんですが、新参者の光秀はですね、実は部下に恵まれていないところもあって、現状過労になれるような家臣もいないというところがあるので、まず今回はですね、家臣を鍛えていこうというふうに思っています。なので主命を積極的にね、課して、いこうかなと思います。一方信玄からは摂津の攻略を命じられてますので、この摂津攻略もね、並行して進めていきたいと思います。では主命の伝達、さらに摂津攻略、これをね、やっていきたいと思います。はい、ではね、大表情始まってますので、二条城で大表情に参加していきます。今回もね、光秀がっつり働いたと思うので褒めてもらいましょう。よし、88万4千石を平らげてますからね。88万ですからね。よし、これでまた昇進だな。で、あとはですね、高野山の近くに薬草が取れるところがあるよってコメントで教えていただいたので、この後高野山の方に行って薬草をね、最初に挑戦してみたいと思います。はい、で高野山の方に来ましたので、ここでね、ちょっと薬草を取っていきましょう。何日間採集しますか、これ60日、つまり2ヶ月間ここにこもって薬草を採取するのか、ちょっと2週間ぐらいにさせてもらいましょう。仮にも大主である光秀自ら薬草をたんまり採取してますからね。では帰りましょう。まあ高野山ではやっぱり取れましたね。では自宅に帰り、一度主命の報告を受けます。みんなお金と訓練と、あとは、今回は治安向上とかもね、結構入れました。なのでこれで一度表情を行って、昇進できる人いるか、いないんだよな。過労に昇進させたいんですよね、今ね。はい、ではまた一度ですね、主命を伝達して合戦に備えていきたいと思います。はい、であとは大川内城の近くでも薬草を取れるよって教えていただいたので、せっかくなんでちょっと行ってみましょう。この辺りまで行ってみるか。まあ、同じく高野山の近くといえば近くですけどね。何、長吉が去ってったか。さらに常置も、いや、みんな去ってくな。一徹もか、ちょっとまずいな。何が起きてる。俸禄はそれなりに与えてるはずなんだけど、ちょっと待ってね、何かが問題になってるな。一度戻りましょう。金も、あ、そうか、金だ。主命をいっぱい出しすぎたので金がなくなって給料が払えなくなったんだ。やらかしたな。ちょっとこれは看過できないので、タイムリープして戻ってきます。はい、ではお金もちゃんと残して出奔されないようにして戻ってきました。では改めて大川内城の近くまで行って、教えていただいたね、採取を行いましょう。で、その後は、いよいよね、出兵を再びしていきます。もうちょっとこっちかな？おお、これはすごい。薬草でいっぱいだという話だ。まあちょっと1週間ぐらいかな。もう光秀でもね、趣味の薬草狩りをしている場合ではないので。で、薬草を、採取し終わったら、まあ、どっかで一度
算術の指示を受けてから戻りましょう。そうするとちょうどいい感じになるかなと思います。これは何？400巻で笛みたいの買えって言われたけど、ちょっと一応笛を買っとくか。じゃあで商家に行って算術指示を受けてで戻ったら、多分みんなね主命を達成してくれてると思うので、いよいよ施設攻略に向けて軍をね、起こしていきたいと思います。では稲葉山城に一度帰還します。これでみんなの成果を確認。いやー、軍資金調達でめっちゃ金稼いできてくれんな、みんな。まずまずの成果をみんな出してくれてますね。軍港がね、ちょっとみんなまだまだなんだよな。これ70前後だもんね。軍資金をがっつり稼いでも。1000、2000っていう単位で必要になってくる過労に昇進してもらうのはだいぶ先だな。まあ、表情で。人事。昇進。利光、長森。まあ、斎藤利光の出ました長森あたりはね、今後使える武将ではあるので、ただやっぱり過労なんだよな。過労に昇進してもらいたいね、早く。ではまた主命を伝達した後、説攻略を行っていきます。では合戦を行っていきましょう。説の攻略ですね。まあ、できればね、サクッと攻略をしていきたいので、有岡城、あとは石山本願寺、ここまでが摂津ですね。なのでまずは三好長慶の有岡城を攻略していきましょう。光秀、道三、数正、長政、まあここまではね武将クラスですね。でさらに軍資金、兵糧、しっかり余りはありますので、このまま出陣していきましょう。周辺の勢力との関係が悪化した。具体的なその悪化した勢力の名前を教えてほしかったな。これ場所によってはね、本願寺と悪化してるとか、 あるいは近くにいる他の大名家と悪化しているとか、ちょっとそのあたりをね教えてほしかったですね。援軍はいつものように太っ腹の吉本にお願いしましょう。謝礼などいらないだろう、吉本は。よし、吉本は OK だね。では有岡城に向かいます。有岡城って言えばやっぱり荒木村重のイメージが多いかな。攻略戦です。兵力17000、むちゃくちゃいるな。こうなってくるとちょっと話は別だぞ。援軍を要請しよう。信玄ではちょっと微妙だからな。ここは吉信にお願いしましょう。ではこれで攻略戦始めていきます。有岡城は荒木村重の居城で、荒木村重といえば信長にね、歯向かって最終的にはちょうど今光秀が攻めてますけど、光秀含め信長の家臣一気にね滅ぼされたという話のあるその有岡城ですけどね。伊賀衆が敵として参戦か。これは蹴散らしましょう。荒木村重がねその裏切って、信長に刃を向けたという話が出た時は、黒田官兵衛の説得工作が行われたものの、官兵衛がね囚われの身になってしまって、官兵衛の息子、まあつまり黒田長政なんですけど、長政がね殺される、まあ実際には殺されたわけではなくて、竹中半兵衛がかくまっていたという話なんですけど、まあ、そういう逸話のあるこの有岡城ですね。ではここも一気に合戦決着をつけていきましょう。
三好長慶自らですね、有岡城で降伏の、ね、話が出てきてますけども、停戦の約定も含まれてます。ただ摂津攻略ではあと本願寺しか残ってないので、ここは場外退去と停戦ですね、結んでしまいたいと思います。まあここでね、無駄に兵を失うよりかは摂津を切り取るという意味ではこれで十分かなと思います。はい、ではこれで一度城に戻って本願寺攻めですね、これの準備を行っていきます。あとはまた守名をね、行っておきます。伊達が武田に宣戦布告してきましたね。これはどういう展開なんだろうな。伊達の勢力後で確認しておきましょう。で、守名を達成している人には守名、あと昇進できる人いるか、不安3つあるか、足軽、まあ少しずつでも昇進させておきましょう。で、伊達はというと、そうか、もう伊達とも国境を接するそういう状態になってるんだな。海津城がここにあって、会津、そうだね、もう伊達とも宣戦布告しなきゃいけない状態になってきてるんだな。では我々はというとですね、この後本願寺攻めを行っていきます。では本願寺を攻めて摂津を平らげましょう。なかなか過労までやっぱり昇進してくれないね。どんどん昇進してほしいところなんですけどね、まあ、何をするにしても身分が高いに越したことはないですからね、まあ、ちなみにですね、仮に謀反を起こした場合も、いくつか城を当然今持っているので、そこに派遣するにはですね、過労クラスになってないと上司を派遣できないんですよね。っていうことを考えても、やっぱり部下の昇進というのはすごく重要ですね。では本願寺攻め行っていきます。石山合戦、まあこの石山合戦に関しても三井で主導的な立場を取ったと言われているので、ここはね、史実に沿った形でプレーをしていきます。ただ本願寺18,500か、なかなか強力だな。ここもちょっと今回じゃあ信玄にだ、信玄は今出陣中か。となると観音寺援軍の要請を行いましょう。だ、援軍出してくれないか。ってことは既存兵力で勝負だな。さあ援軍がやってきましたね。これは少し敵の数多そうだな。27,000、27,000同士の大軍同士の決戦だな。吉本は本当にいいやつだな。こんないいやつそうそういないっていうぐらいめちゃくちゃいいやつですよね。毎回ほぼタダで出陣してきてくれるから。ではここは合戦をね、プレイしていきます。さあ本願寺より和議の使者来てます。確認しましょう。石山本願寺明け渡してくれて停戦できるのであれば、大阪が取れてかつ摂津も取れるので、これも受け入れのな。受諾よし、これで摂津が取れたんじゃないかな。道さんが最近頑張ってるね。半兵衛はですね、最近は軍資金調達の方に精を出してもらってます。では帰還しましょう。
摂津攻略は完了してるよね。よし、1500。この勲功をね、家臣にも分け与えることができれば、一気に家老クラスが生まれ出てくると思うんですけどね。では自宅に戻ります。で、一応昇進できる人がいるかどうか確認しよう。誰もいない。はい、では摂津攻略完了しましたので、今回はここまでさせていただいてですね、次回また信玄のところに行って、新たな種名をもらって領土拡大に奔走したいというふうに思います。あとね、今回テーマにしていた家臣の、昇進、これもね、しっかり引き続きやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。